すげえなあ。あっち向いてもこっち向いても緑だらけなんだかワクワクしてきたぜ。ちょっと焦りすぎてもダメだよな。うん、ああそうそう、俺たち戦闘は初めてだし、基本的な動きとか練習させてもらえるみたいだぜ。これより終了任務を開始する。まず視界の確保を行う。周囲を見回してみろ。どうした相棒、ぐるっと見回してみようぜ。よろしい、問題ないようだな。次は移動方法を確認する。指定の位置まで移動しろ。移動も問題ないな。次はジャンプ方法の確認を行う。目の前にブロックが見えるな。飛び越えてみろ。よろしい、では次に攻撃方法の確認を行う。仮想標的を転送する。装備している武器で攻撃しろ。思い切りぶっ、次はフォトンアーツの確認だ。仮想標的を転送する。続けてジャストアタックの確認を行う。仮想標的を破壊しろ。アタックに成功すれば普通の攻撃よりも威力が増すんだってさ。フォトンアーツや、よろしい、その感覚を忘れるなよ。ではいよいよ実戦訓練を開始する。先へ進め。お、ありゃ原生種か。元気だなって、どう見ても仲良くしましょうって雰囲気じゃねえよな、これ。相棒、やるしかないみたいだぞ。よくやった、先へ進め。
報についても確認しておく。HP がゼロになると戦闘不能になる。早めの回復を忘れるな。それでは終了任務の仕上げだ。奥に進め。Emergency Code Dual。討伐目標のロックベアだ。これまでの技術を駆使し討伐しろ。敵の動きを読み弱点を叩け。大きな攻撃の後には隙が生じる。そこを狙うのが基本だ。そんなでかいやつといきなり戦うのかよ。アイモン、俺は援護に回る。前衛は頼んだぜ。武器には応用的な使用方法がある。好きなように試してみるといい。弱点は頭部だ。動きをよく見て、大きな攻撃後の隙に頭部に攻撃を叩き込め。大振りの攻撃を近くで避ければ隙ができるんじゃないか。こいつ気付けて回避してみようぜ。Completed。 よし、素晴らしい成果だ。この様子ならばアークスとして問題なくやっていけるだろう。それでは帰還するため回収ポイントまで移動する。次のエリアへ向かえ。なんだ？管制よりアークス学院へ緊急連絡。惑星ナベリウスにてコード D 発令。フォトン係数が危険域に達しています。繰り返します。惑星ナベリウスにてコード D が発令。空間侵食を観測。出現します。 おい相棒、あれ。何もないところから真っ黒い奴らが現れた。ダーカー出現を観測。空間許容限界を超えています。全アークスへ通達。最優先命令コードによるダーカーへの限界令が下されました。こいつらがダーカー。アークスの敵で宇宙の敵で全てを食らい尽くすもの。なんでだよ。どうしてだよ。ナベリウスにはいないはずだろう。いや、恐ろしいぐらいドンピシャ。なんかあった時のために控えておいて正解だったぜ。救援に来てくれたんですね。よかった、助かった。安心してる暇はないぜ。さあ、回収ポイントはこの先だ。すっきりぞ。じゃあ俺たちも戦うんですか。アークスなんだから当然だろう。ほら、お前と違ってそっちのやつはしっかり準備してるぜ。おい、相棒。分かったよ、分かりました。やるしかないって言いたいんだろ。お前、初陣にしては肝は座ってるな。なかなか見どころあるぜ。って、あ？いや、ちょっと失礼。その顔どっかで見たことあるような。どこだったかな。まあ考えるのは後でいいか。それじゃあ行くぜ、ルーキーども。きちんとついてこいよ。
今の武器は自分に合ってるか？いろんな種類の武器を試して好みを見つけてみて。最新ポイントはこの先だ。もう一踏ん張りだぞ。なんで終了任務からこんなことに。フォトンブラスト、あんなでかいのが一瞬で。お前さんたちが踏ん張ってくれたおかげだ。サンキューな。周辺の安全を確認、テレパイプを転送するから戻ってきて。
はい、おかえりなさい。あなたたちも大丈夫？怪我とかしてない？おいおい、俺がついてたんだぜ。そんなヘマさせっかっての。改めて、俺はゼノって言うんだ。こっちのうるさいのがエコー。よろしくね。あと、うるさくないからね。あ、俺、アフィンって言います。よろしくお願いします。こいつは相棒。俺たちアークスになったばっかで、何がなんだか、わけがわからなくて。いいんだよ、細かいことは考えなくて。そういうのは上の仕事だ。あるいは自分で調べろ。さっき出てきたのがダーカーで、俺たちアークスのフグ大天の敵。俺から言えるのはそのぐらいだ。まあ変な夢抱いたままじゃなくて、いきなり現実を知ることができたってのは逆に良かったと思うぜ。ちょっとゼノ、少しは考えてよ。この子たち、いきなりの実戦でショックを受けてるのよ。そんなおもんばかったところで、ダーカーと戦うって現実は変わらねえよ。だったら早めに知っておいた方がいい。その方が長生きできるからな。ほらほら、そんな神器臭い顔するな。お前らは生きてる、生還したんだぞ。終了任務達成、バンバン剤じゃねえか。はい。そう、それでいいぜアフィン。なっと、その悔しさを忘れるな、諦めるな。忘れず諦めずにいれば、いつかきっとなんとかなる。かっこいいこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、今の完全に受け売りだからね。おい、こら、エコーバラすな。いいんだよ、師匠の言葉は俺の言葉だ。格言を勝手に作らないの。まったく、昔から勝手ばかりして。私の苦労も少しは考えてよね。お前の遅刻癖は俺のせいじゃないだろう。うるさいゼノ。ほら、もうすぐアークスシップに着くわよ。ほら、そこのルーキー君二人組も笑ってないで準備しなさい。さて、無事に戻ってきたことだし、ロビーでのんびりすっか。ダメ、報告が先。はいはい、わってるよ、うっせえな。まあそんなわけでルーキーたち、俺がお守りしてやれるのはここまでだ。こうやって知り合ったのも縁だろう。何かあったら声かけてくれ。じゃあまたな。
頑張ってね。はあ、嵐のような人だったな。いや、嵐のような出来事っていうのか。何はともあれ疲れた。ここってアークスのために用意されたロビーってとこだろ。ショップなんかはもちろん、休憩するための施設なんかもあるはずだからさ。俺ちょっとロビー回って頭を冷やしてくれよ。いろいろありすぎて頭がぐっちゃぐちゃでさ。じゃあまたな、相棒。はじめまして、私はアークスの基礎共同担当官アスタルテです。これより実践型共同プログラムアークスミッションについてのご説明をいたします。与えられた課題を次々と達成するだけで自然とアークスの基本が身につく、それがアークスミッションです。ともかく実際に見てみましょう。今回は自動的にメインメニューが開きますので、クエストの中にあるアークスミッションを選択してください。確認方法についてご理解いただけましたか？それでは次に課題となるミッションの進め方を確認しましょう。目の前のレベッカに話しかけてストーリークエストからシオンとの出会いを受注してください。